宇宙望遠鏡が写真を撮ろうとすると、近くの恒星の光が邪魔になりますが、この望遠鏡には特別な仕掛けがあります。グレアを抑える巨大な射光板です。このスターシェードは直径が約35メートルありますが、2.5メートル以下の大きさに折りたため、ロケットにつけて運ぶことができます。この小型化技術には古くからある遊戯の技が生かされています。 折り紙は文字通り紙を折るという意味で17世紀以前から日本に伝わる文化です同じシンプルな折り紙の手法で生み出せるものには20手順ほどの折り鶴もあれば1000以上の手順を要するこんな竜やスターシェードもあります通常1枚の正方形の紙を使い折るだけでほぼあらゆる形を作り出せます広げた紙には 線の模様ができ、それぞれ谷折りか山折りになっています。折り紙作家は、山折り、谷折りを配置して、折り目のパターンを作り、それが折り紙の設計図になります。折り紙の多くは三次元的ですが、通常、切れ目や折り目を加えることなく、平面的に折りたためるよう、折り目のパターンが構成されています。面的に折りたためるものでは、 そうでないものに比べ折り目のパターンにシンプルな数学的規則があるため三次元的な形状を作るのに抽象的な二次元的造形を元にした方が簡単なのです平面的に折りたためる折り目のパターンが満たす4つの規則があります第一に折り目のパターンが2色で塗り分けられることつまり折り目の間の領域を2色で塗って隣り合う領域が同じ色にならないようにできるということです こんな風に折り目を加えると二色では塗り分けられなくなります。第二に内部の頂点につながる山折りの数と谷折りの数の差は常に2であること。例えばこの頂点では3つの谷折りと1つの山折りが交わっています。この頂点で折りたたむとこうなります。こんな風に山折りを加えたなら3つの谷折りと2つの山折りになり谷折りを加えたなら 四つの谷折りと一つの山折りになりいずれの場合も平面的に折りたためなくなります第三の規則は内側の頂点において時計回りか反時計回りで角度に番号を振ったとき奇数番の角度の和は180度になり偶数番の角度の和も180度になることこの折り目を見ればなぜかわかりますこのように折り目を加えて番号を振り 直すと、奇数番の角度の和も偶数番の角度の和も180度にならず、平面的には折りたためなくなります。規則の4番目は、1つの層が別の折り目を突き抜けないこと。二次元的に折りたたまれた基本形は、3次元的な最終形の抽象表現になっています。折り目のパターンと二次元的な基本形と3次元的な最終形の関係を理解することで、 折り紙作家は非常に複雑な形をデザインすすることができます折り紙作家ロバート・ J ・ラングによるこの折り目パターンには動物の足になる部分尻尾になる部分その他の部分があり平面的な基本形に折りたたんだ時それぞれの部分は別々のひだになりそのひだを細くし折り曲げ形をつけると二次元的な基本形から三次元的なサソリへと変貌します。 この7つの花を1枚の紙で折りたいとしたら1つの花の折り目のパターンを複製して4つの規則を満たす形でつなぎ合わせられたなら繰り返す形のパターンによって隙間や重なりなしに平面を埋めたテセレーションを作り出せます折ることで大きな面を小さな形状へと変えることには広大な宇宙から小さな細胞の世界までさまざまな応用があります。 折り紙の手法によって、医療技術者は、傷んだ血管を広げ、支える管、ステントグラフトに確信をもたらしています。テセレーションを用いることで、しっかりした環状構造が半分ほどの大きさの板へと折りたたまれるのです。折り紙の手法は、エアバッグやソーラーアレイ、自己折りたたみロボットから DNA ナノ構造にまで活用されており、一体どんな可能性が今後展開されていくことでしょう。 19世紀の日本の漁船に印刷所がついていたのはなぜかこの動画では釣りたての魚の拓本を取る習慣「魚拓」について学びます。